鍵盤笛は木管楽器である笛を鍵盤で演奏するようにした楽器である。鍵盤笛は鍵盤楽器と管楽器の長所をミックスした楽器であり、鍵盤リコーダー、鍵盤水槽笛、水槽鍵盤笛などとも呼ばれる。楽器の外見は一見すると鍵盤ハーモニカやアコーディオンと少し似ている。しかし、鍵盤ハーモニカやアコーディオンが音高固定式のフリーリードを振動させて、 音を奏でるのに対して、鍵盤笛はパンパイプのように並べた笛を吹き鳴らす。音色も楽器の内部構造も全く異なる。鍵盤笛は普通の笛と同様、息を強く吹き込めばピッチが上がり、弱く吹けばピッチが下がる。指で同じ鍵盤を押していても吹き込む、息の量を加減することで音程を微妙に変わられるので、笛独特の この炎とした癒し系の音色を吹き奏でることができる。と同時に、鍵盤楽器の特徴を生かし、通常の笛では鳴らせない和音も演奏できる。鍵盤楽器は本来、ある鍵盤を押せば、自動的に安定した一定の音高が鳴る低音楽器との親和性が高い。それをあえて、ピッチコントロールが難しい、作音楽器の笛と組み合わせるという鍵盤笛の設計思想は、 通りの音楽家や演奏家には受けるものの、初心者には敬遠されがちである。そのため、低音楽器ゆえ、教育楽器としても使いやすい、鍵盤ハーモニカと比べると、鍵盤笛は、それほど普及していない。代表的な楽器は、鈴木楽器製作所のアンデス、ホーナー社のクラビオーラなど。リコーダーなどの笛は和音を出すことができません。でもアンデスは鍵盤を押えるだけで簡単に和音を、 奏でることができます。鈴木楽器製作所、アンデスって何です ?2016 年3月10日閲覧初代のアンデスの設計を担当した沢野義行は力を入れて発売した割に鍵盤笛が普及しなかった理由をインタビューで聞かれて、やはりピッチコントロールの難しさでしょうかね。ピッチが不安定な楽器だけに子供たちには難しかったのかもしれませんと答えた。 アンデスギャクインタビュー2016年3月11日、閲覧。ありがとうございます。